でご覧の皆さん。こんにちは。ちは,はい、えー。聖子と高梨静也を演じさせていただいています。石川由依です。 私が演じています清はですねあの仕事付けの会社員20代後輩の後半の女の子なんですけれども聖女召喚の儀によって異世界に召喚されてしまいました、あのー、いろいろね戸惑うことも多いんですけれども植物好きということで、あのー、薬用植物研究所で自ら働きたいといっていろいろハーブの研究をしたりポーションを作ったりしてそんな中ポーションはなんと5割増しになってしまうという,こう素敵な 能力も持っているんですけれどもこう聖女の能力を持ちつつみんなと出会っていろいろ楽しいスローライフを過ごしていくキャラクターとなっておりますアルベルト邦ー役の桜井隆色です、えー、アルベルトは王級第三騎士団の団長で周りからの信頼も厚い良きリーダーです、えー、クールな印象と氷属性魔法の使い手であることから氷の騎士と呼ばれていますが えー、性の前では柔らかい表情を見せることもありまして生との出会いにときめきを感じてちょっと惹かれているそんな描写も見受けられるのですが、あのー、やはりこう性の柔らかさといいましょうか人柄が、あのー、私だけじゃなくていろいろなキャラクターに影響する本当に素晴らしい作品で、えー、たくさんの方に見ていただきたいなと思っておりますすユ、えーリドレベスを演じております小林雄介です。 ユリ、えー、はですね、まあ、宮廷魔導師団の師団長ということで、まあ、魔法や魔力の研究に、えー、すごく興味がある逆に、まあ、それ以外のことにあまりが興味ないという変わり者なんですけれどもまあ、しかし、あのー、魔力の魔法の腕に関しても右に出るものがいないというほどの使い手でございますそしてなんと聖唐では、ね、聖をこの異世界に召喚した張本人ということもあってかなりキーなキャラクターになっていると思います それ以外だとまあ生にとってその魔法の知識だったりとかあのうまい使い方だったりっていうのを指導する先生的な立ち位置であの関わることが多くなってますのでそのやり取りを楽しんでいただけたら嬉しいと思います。えー、柔道を担当しております八代拓タクと申します、えー。柔道はですね、えー、薬用植物研究所で働いているう研究員なんですけれどもまあそこに生がやってきて、えー、まあその縁で。 えー、セイの最初教育係を担うというようなキャラクターになっております結構性格も明るくてそして人懐っこくて、えー、すごいいいパーソナルを持っているキャラクターでございますなんかこう最初は教育係で優しくこう心配したりお兄ちゃんみたいな側面もありつつでも逆にこうちょっかい出したりするようなちょっと弟っぽい側面もあるようなそんなキャラクターになっております はい、ということで、本作の魅力はまあ、まずはやっぱり癒しのポイントが強いんじゃないかなと思っております。なんかこうゆっくりね。性がこう戦いに行く行ったりするわけではないので、性はどちらかというと守りだったり、こう。誰かを。 直したりするような立場の子なのであのー、すごくギスギスしたことはなくてですねあのー、すごい生が楽しんでこの世界を生きているなっていうのを感じられるのがすごいのんびりしてて私は癒されるなと思いながら作品楽しんでおりますはいこれ行けば行くほど大変だね <laughs> あのこれ被っちゃうかもしれない大丈夫、まあ、大丈夫、<laughs> 大丈夫,大丈夫あのあ、ー、の まどんな作品もそうかもしれないですけど、人間模様が面白いですね。この作品もそのま異世界ものと言われる人気のあのジャンルではあるのですが、やっぱこう性を核としておりなされるドラマが本当ハートフルで、そしてあの彼女のなんて言うんでしょうね、変わらない、うん自然体でリラックスしている姿っていうのは見ていてこちらも癒されますし、どういう生き方を うーんしてきたらどういう人生を歩んできたらあの異世界へ飛ばされてあんな風でいられるんだろうななんてそういうことまで考えてしまうちょっと影響を受けるようなキャラクターでその誠意を各として織りなすドラマが私は、えー、作品の魅力の一つだと思いますはいそうですね、まあ、やはりどのキャラクターも誠意にどんどん集まってきて、まあ、それぞれ魅力的な会話だったりとかあのシーンがあるんですけれども実は誠意ってそこまでこう男性が あの得意ではないというか恋愛に対してちょっと疎いところがあるのであのそんなところに来てたくさんのイケメンたちがこう距離感近いところであの会話をしたのに対してある人に対してはすごい方を分からめるしある人に対してはうんどうしようちょっと苦手だなっていう,うに結構素直な気持ちをモノローグで語ってたりしてなんかそういうところが本当に等身大で変に語らずに,あのららずにいるのがすごく見てても面白いのでそういうところも注目してほしいなと思います。 はいそううですねもうあのたくさんあるんですけれども、えー、やっぱり、そ身近さというか、えー、キャラクター、まあ、特に、えー、セイの、えー、皆さんもおっしゃられたそのモノローグだったりとかあその感情だったりとかっていうやっぱりこう世界観が現実ではないのにこうやっていることは例えばあ薬草を育てていたりとかご飯を作っていたりとか。 まあその中で単純にこう人とこう関係性を育んだりとかっていうそのやっていることのこう短さに皆さんこう癒しをこう感じることができるんじゃないかなそういう力をうこの作品は持っているんじゃないかなというふうに思いますのでそんなところもぜひ注目して見ていただけたら嬉しいかなというふうに思いいますはい、演じている際気をつけていることそうですね。 まあなんか聖はですね聖、まあ、女ではあるんですけれどももともとあの現実世界ではまあよくいる OL といいますかこう仕事漬けで結構疲れているような女の子だったりもするのでまあ異世界に転生してからもなんかこにじみ出る庶民感というかそういう素の部分を忘れないように演じております、はい、気品ですかね。 そのまあ貴族のでしかも騎士団の団長え氷の魔法を使う,う,うそういう,こう設定からもその彼のディティールといいますかはい伝わると思うのですがうん生まれた時から備わっているようなその気品というか品の良さというか。 そういうものを醸し出せたらなと思っています。えー、でギャップとなるその星の前でのちょっと砕けた姿、チャミキある姿なんかと、えー、合わせてうまく表現できたらなと思ってます。えー、そうですね。まあ、有利はこう魔法以外のこととあのでギャップがかなり変わるんですね。しかも見たこともないものに関しては本当に興味が子供のように湧いてくる。そういったなんか感情の変化の激しさっていうのはすごく。 あのメリハリつけたいなと思ってますしあとは、まあ、師団長を前とした顔とまた副師団長にだけ見せるなんかすっごい緩い顔だったりとかってそういう対人に対してもあのギャップがあるシーンがあるのでそういうところをしっかり演じ分けたいなと思ってますすそうですねあの柔道はあの、まあ、セイがこの世界に来てから初めて会う人なんですけれども、まあ、その時も、えー、ずっと。 ね、ウェルカムな気持ちで迎えてそこから、まあ、あ親しくなって兄弟のような関係性になってっていうところもありますしその後ですね結構こうセイがどこかにこう行ってしまうっていう,う時とかも柔道、まあまあ、あとヨハンとかも一緒にこう待っている側でもあってなんかこうセイが帰ってきた時も明るくなんかこう迎えてあげるいつものあ 家に帰ってきたみたいな柔道たちがいる家に帰ってきたみたいなそういう変わらない純粋さ明るさみたいなところはうちょっと意識して演じさせていただいております動画ご覧いただきありがとうございますいやあのー、pv が公開されてから私もその youtube のコメント欄とかをちょろちょろって見たりしてたんですけれども本当に海外の方からのコメントがめちゃくちゃ多くてあ、こんなに海外の皆さんが楽しみにしてくれてるんだっていうのをそこで知ってびっくりしましたあのー、本当にきっと男女関係なくこう楽しんでいただける作品になってると思いますしこう疲れた心を癒してくれるそんな なんだろうのんびりとゆっくり見られる作品になっていますのでぜひ楽しんでいただけたらなと思います、えー、放送楽しみにしていてください今後ともよろしくお願いいたします製約石川優衣でしたとても見やすい作品だと思います予備知識なくても楽しめますしセイ、えー、のリアルなモノローグ、うん、その生々しい、えー、自然体等身大な、えー、彼女の心の表現をですね じっくり味わって、えー、楽しんでいただけたらなと思います、えー、アルベルトホー桜井手軽でしたありがとうございましたはい 聖がいきなりこう異世界へと召喚されて、まあ、その中でやっぱり自分には何ができるんだろう自分はこれをやっていきたいっていうことを結構前向きに考えて頑張っていく姿勢っていうのが見ていてすごく勇気だったり頑張る力がもらえる作品だと思います、えー、まあそして聖以外にも魅力的なキャラクターい,いっぱい出てきますのでどうぞ本当に片ひじ張らずに緩い気持ちで見ていただければすごく楽しめると思いますのでぜひ楽しんでください。レ、えー、スヤーズの,子の小林介でししたたありがとうございました はい、改めまずは本当にあの海外でもこう日本のアニメーションがこうして、えー、見ていただけているということが何より幸せでございますしすごく感動します。 えそんな中でやっぱりこの作品の先ほど僕も言いましたことそして皆さんがねおっしゃられたことそんな魅力をですねえ皆さんにも是非感じ取っていただければすごくより嬉しいかなというふうに思いますので楽しんでくださいありがとうございました。見てね